今日本の農地はですね、化学肥料、農薬、もうこれがですね、世界一使っているというふうな状況になっております。これをですね、60年前、70年前はほとんど使ってなかったんですね。こういうことから、化学物質が農地に溜まっているというふうなことから、危機的な状況だというふうに考えています。まずですね、一番弱いもの、土壌の中にある微生物なんですけども、これがだんだん減ってきてます。これを回復させるということが一つの指標になるということで、我々はソフィックスという技術を開発いたしました。で、具体的にどうするかということなんですけども、バイオマスという微生物の餌になるようなもの、これは植物の肥料にはなるんですけども、こういったものをですね、適切に農地の中に入れていく、そのアプローチをしていきたいというふうに思っております。今回のプロジェクトにおいては、山にあるバイオマスがいっぱいあるんですけども、そういったものを使う、家庭から排出される生ごみですね、こういったものを適切に使っていこうというふうに考えております。まずは美味しいということ、これは非常に重要になってくると思います。野菜本来の味ですね、これを再現していきたい。みずみずしい野菜、取れたてということ以上に、中に入っている、化学肥料、農薬をいっぱい使いますと苦くなるんですね。そういったこと、本来の野菜の味、農産物の味というものを体感できていただけるような形を作っていきたいというふうに思っております。まずはですね、日本の農業、これを、根本的に変えていきたいなというふうに思っているんですけども、できるところから、具体的に言いますと、土壌中の微生物をどんどん増やす、いろんな生物を増やしていきたいということ、有効にバイオマスの資源をですね、捨てられているものをどんどん使っていきたい、そして環境に非常に、体に非常にいい、こういった農産物を作る努力をですね、していきたいというふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたします。